ベイトタックルの最大の利点はやっぱサミングができることだと思うんですね。デメリットはベイトタックルの最大の利点はやっぱサミングができることだと思うんですね。要は落としたらもう糸が張ってる状態なのが大半で、そのまま負けるということだと思います。デメリットはやっぱたまにねバックラッシュしてトラブりやすい、まあ、夜とか向かい風の時ね難しいと思います。僕自身もねベイトそんな得意じゃないんですが、でもね一昨年だったかな、マレーシアのねボルネオといってもう4日間1日12時間ひたすらベイト投げてたんですね。それでね相当上手になりました。その後シーバスもやってみたんだけど、まあ、そこで気づいたのは、僕自身はですねスピニングタックルでやるとき、まあ、投げる前に、まあ、ベール上げて開いて投げるんですけど、基本僕は左手じゃなくて右手の人差し指でサミングとかフェザーリングっていうのかな、ラインのねたるみをコントロールするんですね。それを覚えると僕がストラクチャーに投げ込む時の弾道って基本投げた瞬間から人差し指だとブレーキかけられるんですね。左手は投げた後当てるまでのタイムラグがあるんですけど、右手の人差し指はすぐ当てられるので、僕がストラクチャーにこうアンダーキャストとかで投げ込んでいく時のルアーの弾道ってベイトタックルで投げる弾道と変わんないんですね。基本僕はスピニングでベイトタックルのメリットを活かせてるので僕は使わないです。流れがある時にしか釣れないポイントもあるし、流れがある時は食わなくて止まった時食う場所もあるんですね。それはねベイトフィッシュと地形の関係で決まるんですけど、シャローで流れが止まって、でもね実際止まってないんですね。表層だけ止まったりしてるけど中層では逆流してたり、そういう流れの変化が始まった瞬間にそれまで秩序、食う側食われる側の秩序ってあるんですけど、それが崩れ出すんですね。流れの向きが変わったりしだすと、その時に食われる側は当然食われないために移動を始めるわけです。流れに備えて、その時に食う側はやっぱりチャンスが来るんで食いが立つんですけど、まあ、そのタイミングにそこに立ってる、そういう場所はそういう風に釣れるってことですね。